今野党国対連絡会、ここに私も参加をして報告を聞いてまいりました。11時15分に行われた安住国対委員長と森山国対委員長の会談の中で、森山国対委員長からこの入管を改正案取り下げたい、こういう報告があったとなります。それまさに歴史的な勝利だと思います。また皆さんのこの行動が政治を大きく動かした。私も昨年の警察庁改正案、この問題を取り組みましたが、その時も皆さんの声が政治を動かした。声を上げれば政治が変えられる、このことをまた皆さんが踏み出していただいたと思います。この後正式には決まっていくと思いますけれども、本当にそういう意味で、取り下げという形がどういう形になるか、継続審議になるのかどうなるのか分かりませんが、今回は10月に解散総選挙があります。ですからどんな形式とっても廃案になる、これはもう決まってるんです。という意味で、今石川大吾さんからお話がありましたが、立憲民主党の皆さん、今日お見えになってませんけど、お忙しくて、品川武史筆頭をはじめですね、本当に野党協議頑張っていただいた皆さん方、国会の頑張れという声に、そうした立憲野党のみんなで結束して、4月末からそして7日、12日、14日と、本当に緊迫した局面が続きましたけれども、市民と野党の共闘で、この法案を廃案に追い込んだということに、私は大きな確信を持ちたいと思っております。ありがとうございました。追い出してください。三島さん、本当にご遺族の方、日本にお見えになっています。私もご葬儀参加させていただきました。本当に悲痛な妹さんの訴えで、姉が大好きだった日本でどうしてこんなことが起きたのか、耐えられない、誰も責任取ってない、他の外国人の方にこんなことが起きてほしくない、こういう訴えです。こういう現状は変わってないんじゃないでしょうか。そうだ。ですから私たちはこれを一つの大きな土台にしながら、本当の意味での共生社会、本当の意味で外国人の人権が尊重される、同じ人間として暮らしていける、そういう社会を作っていくために、引き続き皆さんと力を合わせて全力で政治変えていきたいと思っております。共に頑張りましょう。ありがとうございました。